多少ね、家賃が1万2万高くてもですよ、圧倒的な時間の方が皆さんの命の価値なので価値が高いんですよ。はい、どうも小山です。今日はですね、家賃はどのぐらいが適正なのかというテーマで動画を収録していきたいと思います。特に今回質問をもとに自分なりにテーマを作ってみたんですけども、質問自体はですね、監査法人の新人時代ですね、まあ、家賃どのぐらいがいいんですかみたいなご質問を受けたんですけど、まあ一般論もね含めてちょっと今日はお話ししたいなと思います。特に今回は社会人成り立ての頃の家賃事情をねお話したいなと思います。まず一つ、これはね、世間一般的に言われている相場がありまして、まあ知らない方のために一応言っとくと、大体家賃はですね、月収の3分の1ぐらいが目安と言われております。で、僕の場合はですね、監査法人1年目って大体33万ぐらいで、その時家賃が6万ぐらいのところ住んでました。ただ僕の場合は、まあいつもね、動画では言ってるんですけど、奨学金の返済があったり、あとは車ね、持ってたり、あ、その駐車場とかね、ガソリン代かかりますから、まあそういったものもあったので、まあ6万ぐらいが逆にと精一杯でした。ただ、まあ、世間一般的には3分の1ルールっていうのが存在します。で、監査法人のね、1年目の大体初任給の月額を言っておくと、大体30万から35万ぐらいだと思っていただいていいです。まあ、間取って33万としましょう。ってなればですね、大体家賃に使えるのが10万ぐらいかなと思っていただいていいんじゃないかなと思います。あとは言った通り僕のようにですね、例えば車を持ってるとか、奨学金の返済が月々あるとか、まあ、そこら辺もね、固定費の方に入ってきちゃいますから、まあ、家賃の固定費ですね、ある意味固定費ですから、その中で上限っていうのは決めてほしいなと思います。大体3分の1ルールっていうのがね、一つあります。はい、ということで2点目は僕の動画なんでならではの話すると、移動はコストっていうところは一つ意識してほしいなと思ってまして、家賃もねすごい大事なんですよね。例えば高い方がいい、安い方がいい、まあそれはありますよ。ただ僕はですね、できるだけ現場に近いところに住んでほしいなっていう親心があります。何かっていうと、じゃあ安さ基準で自分のオフィスから1時間も2時間もかかるところ、その1時間2時間を往復で考えたらね、2時間4時間になりますから、それって意外にコストなんですよね。なので家賃がね、たかだか10万から8万とか節約できたかもしれませんけど、移動に1時間以上かかっているのであれば、それってね、本来の自分の時間給ですね、まあ、もっと言うと命の価値ですよね、に換算した時ってその2万とか3万じゃ効かないと思うんですよね。なのでそこはね、遠くて8万近くて10万とかで迷ってるんだったら、僕は近くて10万の方を僕だったら取るかなっていう考えがあります。はい、で現場に近いところって言った趣旨というか、もうちょっとより詳細に話すと、監査法人で働くと、まあ、上場企業とかのクライアント先の会議室にこもって、まあ、監査って言ってね、まあ、いろいろ書類ひっくり返しであったりしますから、そういった意味では監査法人の近くっていうよりかは、まあ、自分がどこでメインに行くのかっていうのがね、ある程度決まってきたら僕引っ越しするのがいいんじゃないかなと思います。なのでそれまでは仮住まいとは言いませんけど、逆に言うとめっちゃいいところに住まない、めちゃめちゃいいところ探して、で、まあ、家賃もね結構ギリギリで、もうでも住みたいみたいなところ探さずに、まあ、ある程度仮住まいじゃないですけど見つけておいて、ある程度ね1年の後半とかになってくれば、大体行く大阪先って決まってきますから、まあ、そこら辺とオフィスの中間地点を選ぶとかですね、逆に一社専属でそこばっかりクライアント行くんだったら、もうそこの近くに家を借りちゃうとか、もう何回も言うんですけど、移動はコストなんで、まあ、それを一番さっぴけるところに住むっていうのが、家賃も大事なんですけど、意外にね移動っていうのはコストなんで、そういった意味では大事じゃないかなと思って2つ目に言いました。で、特に一応昨今のトレンドに合わせた話を言っておくと、まあ、言ってもリモートワークになっちゃってると思うんですよ。コロナですからね、オフィスに行けない、クライアント先にもね行けないとか、いろいろあると思いますから、そういった意味で言うと、やっぱりじゃあ自分の一番移動するとしたらどこに行くんだってところに決めてもらって、やっぱりそこの一番近くに住むっていうのが大きな腰になりますかね。なのでオフィスの近くとかあるんですけど、今自分がねどこに時間を使うんだってところに、まあ、一番近いところに住むっていうのがおすすめです。何回目ですか、移動はコスト。で、3つ目、これは逆にですね、移動はコストに対する、反証に対する僕なりの答えなんですけど、よくこういうことは世間の声では言われるんですね。何かっていうと、移動中に本読めばいいじゃんとか、移動中に勉強できるじゃんとか、確かにこれはそうなんですよ。まあ僕はしかもそうあるべきだと思っています。例えば車ね、走らせるにしても、まあ僕はオーディブルさん耳学はしてます。で、電車ね、もしじゃあ僕が学生時代で通勤通学経済力の問題でしなきゃいけない。確かに、ながら勉強すると思います。ただ、それはもう社会人なんですから、しなきゃいけないかっていうと、もう自分の力でしなくてもいいようになれると思うんですね。何が言いたいかっていうと、確かに耳学とかながら勉強はいいんですよ。ただどうですか、じゃあ完全に集中できる教室で1時間勉強するのと、電車でね雑音とか、まあ、席の譲り合いとか、まあ、時にはぎゅうぎゅう詰めでそもそも本も読めないっていう、その不可抗力ある中で勉強するので、どっちがね効果が高いですかっていうと、圧倒的に前者じゃないですか。じゃあそうなった時に、社会人なんですから、それはもう変えますよね。
言った通り家賃が1万高い2万高い、ただがそんぐらいじゃないですか、誤解を恐れず言うと。だったらオフィスの近くに家を構えてしまって、今まで通勤で使ってた1時間をちゃんとじゃあ家で集中して勉強した方が圧倒的にコスパは高いはずなんですよ。っていう意味でその通勤通学で勉強できるじゃん、確かにこれはごもっともなんですけど、ちょっと弱いかなって思っちゃいます。確かにそういう風にね自分を言い聞かせるのはいいんだけど、だったら1時間でも近いところに住んでしまって、まあ、ちゃんと集中できる教室だったり、ちゃんと集中できるオフィスとかで勉強とか副業した方がパフォーマンス絶対高いのは明らかだと思いますから、確かにながら勉強できるじゃんって論調は分かるんですけど、それはもう経済的にもうそれができない時代だからこそ渋々言える主張かなと思います。今回社会人のご質問なので、そういったもし反証があるのであれば、僕はそうは思わない、そうはしない、もうそれでも1番2番も高いところに住んで圧倒的にコスパがいい環境をゲットして、でなんなら確かに近いから1番2番高いですよ、でもそれをね自分の副業だったり勉強でいつか倍返して取り返してやろうぐらいの気持ち気概で僕はやるかな。結局でもそういった人間の方が伸びると思いますから、僕はそういう風にやります。まああくまで僕の YouTube ですからね、僕はそう思います。なのでぜひ頑張ってみてください。なので3つ今日はお答えしました。家賃の相場大体3分の1ルールがありますよっていう話で、大体乾燥時だと30万ぐらいもらえますから、10万円ぐらいをね目処に考えてみてください。でただね10万目処に安ければいいという問題ではなくて、できるだけオフィスだったり働く現場ですねに近いところにしてください。で昨今で言うとコロナ禍でねリモートワークが増えてるでしょうけど、その中でもなおね自分がどこに生活の軸を置くのか、もっと言うとどこにね一番移動するのかってところに考えてもらって、そこに一番近いところに行くのがいいんじゃないかな。なんでかっていうと3つ目にも話したんですけど、圧倒的な時間が次用意できますから、多少ね家賃が1万2万高くてもですよ、圧倒的な時間の方が皆さんの命の価値なので価値が高いんですよ。でその価値をですねしっかり今ね時給に対してその取った時間追いついてないかもしれませんけど、しっかり勉強したりしっかり副業したり、まあ、しっかりね仕事を頑張ればですね、それがちゃんと取り返せるようになりますから。逆に言うとそれをしてないとですね、一生ずっと平坦にね稼いでは家賃払って稼いでは家賃払って、で通勤通学にも何時間もかかってみたいな人生が待ってますから、一瞬苦労してでもそこはね僕は買ってもいいんじゃないかなと思います。そうではなくて見栄とかね非金銭的な欲求の部分で、まあ、無駄にお金を払っちゃうのは僕ナンセンスだと思いますけど、今回は自己投資っていう意味での近くに住んでくださいっていうね老婆心ながらの2番目と3番目のお話です。1番目がね一番聞きたかったことでしょうから、まあ大体3分の1ルールで、僕の場合は33万ぐらいもらってて家賃5、6万、ただ奨学金とか車とかね、まあ、それぞれ固定費あると思いますから、まあ、そこら辺でねぜひ考えてみてください。あと大きな話最後にします。やっぱり高収入と言ってもですね500万とか600万だと思うんですね、初年度の年収って。でそう考えたらですね、今後の人生考えた時にいざ勝負したい時も軍資金ってやっぱ必要だと思いますから、やっぱり入ってきたお金は全部使うよりかは、例えば入ったらもう3万円はもう別の口座に移しちゃってですね、なんでかっていうと将来の軍資金っていうのはやっぱ貯めといてほしいなと、やっぱ僕のしくじりじゃないですけど思うんですね。僕は結構稼いでは使っちゃってて、で幸いですけど僕らの業界で起業するときにそんな初期費用っていらなかったので、僕はなんとかやれましたけど、やっぱりあるに越したことはないと思います。しかも今回みたいにねコロナみたいな感じで働けないとか、いろんな不可抗力っていうか、まあ落とし穴ってあるでしょうから、今だからこそ僕は言えるんですけども、やっぱりね全部使うんじゃなくて10分の1とかは貯金しておいて、まあその年間貯めればある程度の金額になるじゃないですか。まあそんな感じで家賃も大事なんですけど、ある程度ね自分の中の軍資金集めっていうのもぜひしておいてほしいなと思います。はい、辛い試験勉強を乗り越えてねやっと働きたいんでいい家住みたいとかあるんでしょうけど、言っても年収500万とかそこら辺の範囲内なので、誤解を恐れず言うとそんなに合意はできません。なのでそんなんだったら今ちびちび遊ばずに、まあしっかり蓄えてですね、で次大きな勝負をして、その時にねまた大きく遊びますから、そういう風にやった方がね個人的には5年10年スパンで見た時には、まあ、すごい運命の差とは言いませんけど結構ね違った結果出ると思いますから、まあ僕はちょっとこれ実証済みですから、ぜひそれをお勧めいたします。はい、まあということでね本日は家賃ってどのぐらい住めばいいのっていう話をしていきました。ではねまた次回の動画でお会いしましょう。以上になります。バイバイ。